速動画だ。今日は14キロ自転車を漕ぎました。自転車を乗りました。往復バス代を節約するために。なんでそんな気持ちになったか、その理由を持ってきますね。初期の iPod ってこういう箱に入ってたんですよ。覚えてますか？春日井理美さんを召喚するための新しいアイテムを買いました。自分の覚悟です。仮面ライダー、新仮面ライダーを見てよしとこう影響を受けまして、私の覚悟とはなんだと思って ZV-E10 を買いました。売り切れてて、買おうって思った時にはでもうどこにもなくて、そっかと思って、まあぼちぼち考えながら買おうかな、検討したりしつつしようかなと思ってたら、なんとたまたまヨドバシカメラのオンラインショップを見たらあったので買いました。もちろんレンズ付きです。こんな感じで入っています。やっぱね、高級感が全然違う。うわ、かっこいい。ついに私のセンサーがもうすごい大きくなります。これ今ね、こちら iPhone11 かながこのぐらいだとしたら、なんだっけ、 A なんとか C っていうセンサー月のカメラを買いました。わ、レンズ交換式の、動画特化型の機械です。はあ、すごい。え、つくのかな。つかないね。バッテリー入ってないもんねうわー、すごい。最初コンデジを買おうと思ったんだけど、結局小さくできないものには理由があるっていうふうに私は思って考えたどり着いた。っていうか、在庫なかったから買えないで買ったんだけど、高崎駅の山田電機に行ったら、もうソニーのコンデジかキヤノンのコンデジどっちかにしようぐらいの気持ちでもう山田電機に行ったところ、これをねおすすめしてくれた店員さんがいて、動画 YouTube の動画撮るんだったらこれがいいですよっておすすめしてくれて、で在庫なかったんだけど、で今もないから山田にはヨドバシで買いました。すごくいい店員さんがいますよ、山田電機高崎ラビワン本店。あ、嬉しい。私の覚悟、カメラ買いました。カメラ買ったけど、どうせね、私ここで撮るんですよ。
私のあれは。ただなんでカメラ買ったかっていうと、物、本とか美味しいものとか、その物を紹介するときにやっぱり綺麗じゃないとなって思って考えていました。だって歩きながら自分撮るならさ、 iPhone でいいじゃん。これで別にやっぱり充電されてないとダメだ。でも買いました。うわー、すごいかっこいい、イエーイ。うん、うん、鉄の匂いがする。ついた、ついた。今充電してるからね、ちょっと待って。ああ、これさ、あ、これ SD カードね。あのさ、あれが、あのチャージが、あのコードなの？え、あれないんだ。だからさ、これさ、なんか下の持つところが1万4000円するんだけどさ、あれいらなくない？別に。あれじゃなくてさ、それよりもさ、SD カードと、そのチャージャー、バッテリーとチャージャーのセットを買うべきだよね、まず。これはまだ買ってない。これは、なんかゴリラポットみたいなやつとか、あとスリックでいいのがあるので、それを買おうかなと思ってるんだけど、あーだけやっぱレンズ全然違う。レンズってすごいわ。レンズってすごいわ。だってさ、目とかの仕組み的にさ、ここの厚みっていうのが結局大事じゃん。このここのねレンズすごいわ。沼だよね。レンズは沼るよね。だから本当に嫌なんで、本当はそういうことしないつもりだったの。だってもう沼るじゃん。高ぶっています。あー、買って、カメラライター、春日井リミ計画。あー、すごいすごい、イエーイ。おはようございます。我が家です。おはようございます。結局ヘルシオでは簡単に魚ばかり作っています。オープン。おお、簡単に魚が高画質になりました。おいしそう。今ご飯をチンしてます。あ、ご飯がチン終わりました。いただきます。来ました、衝撃の9万円のレンズがこんな風に来るなんて、すごいね、アマゾン。